アストロキングスをプレイしています。32銀河の猫大好きラブキャットです。このゲームはですね、宇宙を舞台にした本格 SF 戦略シミュレーションゲームです。もう頭を使いまくるゲームを好きな方、ぜひお待ちしてます。はい、今日の動画はですね、毎日シリーズなんですが、今ログインしたてです。はい、なのでログインしたらですね、やることも入れながら、何やったのかさえ覚えてないですね。ちょっとまず貿易ほっぽり出します。あ、9か。貿易ちょっと一発出してきますね。で、いつもの分の前にすぐ終わることを、船終わってるでしょ？船終わってる。で、格好しといて、で、これですね、ゴールドメタルね、もうたまりっぱなし、ログインする間がありませんでした。やばい、今急な繁忙期にやられて追われまくってます。はい、でですね、はい、今日の11、何やってないのか、ちょっとデイリーミッション、ちょっと、スカウトは終わってんのか、研究はまだ、施設、あ、攻撃全然してないですね。でブースターもまだ、はい、わかりました。今日はもう本拠地叩く暇がないので、ですね、もうブースターはですね、もうこの貿易に3つ、ジョン、ジョン、ジョン、はい、クリア。はい。で、ヒルデガルドに入ってることをチェックして、ヒルデガルドさんですね。で、連盟の研究入れて、1回でしょ、これもう1回いけますからね。はい、2回いけます。で、こっちは入れてる、入れてますね。はい、で、調査も終わってんのかな、終わってますね。あ、調査終わってますね。調査終わりました。調査はね、ちょっと時間、あ、これ言っとこう、難しいよ、ちょっと言ってきます。で、内政でしょ。あ、じゃあこういっか、もう青ヤンさんもう使わないで、いっけ。はい、ちょっとね、パーセンテージが上がる。うわーっと、6時間ばっかりか、きついな。ちょっとね、時間考え、いや、時間考えながら、もう一個ね、あと待ちます。はい、待ちます。普通とか短いのここも待ちます。で、今日シリーズですね、まず貿易の、はい、ショップ行きましょう。少子4万3000、結構溜まってますね、ほっぽり出したままなら。はい、いつものごとくですね、スキップを、スキップ5315で、ラムダ、あ、ラムダの、スタミナ3個ですね。で、ベータの加速に、式バフに、デルタはいらん。はい、シグマの研究で、タウの建設と、39000、結構あるな、結構ありますね、結構あるんで、なんか1個ちょっとね、これたまるな。明日ね、ほぼログインできない可能性あるので、ちょっと使っときたいですね。出しっぱで、ログインできるまで VIP に帰って、ログインできる、ちょっとね、仕事で、ちょっと遠方に出張じゃないな、出かけるんですよ。で、向こうの、ホテルにチェックインして、こいつを刺したまま貿易出すんで増えるでしょう。なんで、どれかちょっと1個、ちょっと言っときましょうか。こういう時にボックス見て、あれを見るんですよね。旗艦。じゃあ、タイタンの方が少ないですね。タイタンちょっと一発言っときましょう。タイタン一発。タイタン一発言っときましょう。はい。タイタンどこやったっけ？タイタンは、ベータじゃないな。ラムダか。ラムダですね。タイタン5000減るでしょ。それでもまだ3万か。3万2000、もうちょっと使おう。もうちょっと使いましょう。もうちょっと使おう。何にしよう。何言っとこうかな。ヘカテ、あー、1万1000円。これね、ヘカテちょっと、明日、途中、明日一回、チェックインの時に買うようにします。はい、終わりですね。貿易ショップ終わりました。はい。で、あ、研究ショップ忘れた。で、攻撃いきますよ。攻撃、無料攻撃をほったらかし。2分ね、全然ログインしてないでしょ。まだ2分で済むんで。
これやってる間に終わりそうですね。はい、攻撃行きましょう。はい、チョン、はい、チョンチョン、はい、資源で買えるやつをもう資源で買えるものぶっぱですね、もうね。はい、次、資源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 、で今の回来ませんね、資源、おー欲しいのが来ないです。資源、資源で買えるもの、資源で買えるものもないで、73% のものもない。はい、次、はい、これこれこれ、あ、資源最初1時間まあ、ちょっといらんか、ちょっとね、ちょっと無駄遣いを減らしながら、はい、高級攻撃8時間より1時間欲しい。はい、次、これこれで、あ、12時間いっとこ。はい、あの 48% じゃないかと思われる方、承認バーニングの 30% よりかは安いのでっていうところです。はい、はい、もうやばいんです。 73% まで待てないんですね。ちょっとやばなってきたんで、はい、買いました。はい、でこれ、あー、建設ロボ、建設ロボはね結構コストかかるんで、はい、これめっちゃ欲しいんですけど、 73% まで待ちます。来いよ来いよ、ここんのかい。1時間ね、あ、高級、あ、24時間もいるんですね今は。はい、で高級抵抗力ブースター1時間の 73% ナイス。来い、ビップビップ、来い来い、ビップ来い、来ない、はい、ビップ来い、ビップ来い、来ない、あ、高級1時間ですけど、48% なんで買いません。あとはビップか、もうちょっと国家政策だいぶ増えてきたんでちょっと置いといて、ビップか、建設ロボ、ブースターでしょ。あ、資源来ない、はい、で資源で買えるものこの子でしょ。あー、もう加速はね、あのクリスタルに余裕だと買いまくりますよ、もう。はい、もう一つでもよ、たくさん、そして建設やばいですか、ね、あ、来ましたね、1時間これは、海賊の儲かりアーチで使います。もう絶対使います。はい、まあ、絶対ではないですね、たまにのんびりやります。はい、すいません。はい、次、1、2、はい、で真ん中ない、3、何か来い、来ない。はい、次行きましょう。最終分差1時間、あー、もうね30分でも欲しい。あー、また 48%、 うわー、来ない、70、高級最終ブースター、これね、ちょっと1個いっとかんと、最終、あ、今、最終イベントやったっけな、クリアせんとダメですね、もう、今回最終イベントもね、クリアできんのかなって言うと、惑星移動、もうね、何ですか、この、費用がかさむものばかりきますね、もう、ええわ、行ったれ、もう、行っときます、はい、ビップ来い、ビップ、来ない、ビップ来ないですね、3日もいりません、はい、次。はい、最終、高級最終、3日と失敗、そんなね、うまくリレーして出せないんで、はい、自分は使わないです。お、4つのうちで何も来ない、まだ、あ、来ない、いらない、いらない、ね、はい、ラスト、ぽい、あー、マジかー、これだけかー、あ、今回、建設ロボコズです、ね。アンナの方がいいぞっておっしゃる方、その通り。でもね、自分、その時間がないんですよ。年名ショップ136,000。あ、これですね、月曜日。え、今日なんよ。今日月曜。はい、月曜ですね。月曜なんで、これはね、もう絶対週にマックス買ってます。で、次が明日ですね、おそらくね。国家政策権を買います。はい。で、何やりました？あ、仮想か。はい、仮想行きましょう。はい、仮想行きましょう。はい、19銀河のジェロームさん、お願いします。あ、RSF 銀河だ。あ、RSF 連盟さん。あれ、チャンピオンさん。チャンピオンさんですね。はい。あの、お米が大好きな、はい、チャンピオンさん。リスペクトします。自分もお米大好きです。はい。チャンピオンさんの、おっ、あ、レベル54。自分の倍、あ、うわー、もうね、こういうね、戦闘中大好きです。もう強い方と出会うと素晴らしいと思いますね。バーラに旅夫。多いですね。それはね、無理です。はい。兵力もね、倍以上。いやー、でも、うわ、見てください、バーラ強っ。これ何？ミサイル？あ、バラバラさん、ミサイルですね。うわー、ということは、うちの前立てが完全に砕けた感じです。
ミサイル乱射でしょうね。うわぁ、まあ、止めれないですね。これだけのレベル差があると、もうあのフレイヤーの強靭前に、ちょっとね、見ましょう。強靭前にもうぶっ放されてます。相手さんがね。いやー、素晴らしい。素晴らしいですね。ミサイル乱射でしょう。うわっ、うわぁ、ミサイル乱射に、ミサイル照準。で、ベスト目。バトルスク、うわー、これやばくないですか。で、バルバロスさんのね、連射あります。こっちなんかミサイルの回避でしょ。それでも止めれてないですからね。この差があればね。いやー、乾杯。いやー、これはね、もう。いや、素晴らしい。あ、戦術も攻撃戦術とか言ってますね。素晴らしい。いや、いいですね。もうね、もう負けても楽しい。はい、次。19、また19銀河の方ですね。の、王カウチさん。いいですね。王っていうところが止まりませんね。戦力はほぼ、互角です。はい。戦闘力はほぼ互角ですね。あー、キャノン、あ、いや、違う。え？何これ？これヘルメスでしょ。ヘルメス一個飾り出たし、あれあるかな。え、ミサイル、あ、ミサイルかな。グリオンヒルとデーニー、何でしたっけ。クリカク、ちょっとくそ忘れちゃった。この辺のね、イベント貼った感じ、自分鍛えてないんで、ちょっとわかんないです。すいません。ね、ミサイルじゃないかな。分けてあるのかな。あ、ミサイルビーム、え、何でしたっけ？この白い船、ちょっとわからん。ちょっとね、旗艦の式バフがわからないようじゃ、ちょっとわかりませんので、ちょっと詳細を見たいと思います。はい。こういう時見ます。先ほどのミサイル照準もかっこよすぎて、かっこよかったですね。たまりませんね。かっこいいですね。あ、キャノンか。あ、なるほど。あ、マヤ旗艦。え？バトルシップ、これキャノン乱射でしょ。キャノン乱射で、キャノン乱射、自分でキャノンテック当たってないんですよね。で、前面で、クルーザーとバトルシップアタッカーです。これちょっと面白いな。いや、試されてるんでしょうね。非常に興味が湧く編成でしたね。はい、41銀河のダークミンカさん、お願いします。あ、ロス、あ、この方前も当たった。ロスって、うちもロスなんですよね。え、ちょ、あ、聞く忘れてました。はい、ちょっと後でディスコートで、48銀河にロスってあるのって聞いておきます。はい、ちょっと聞いとかないと。はい、英語で聞いておきます。みんな、外国人さんなんで、はい。なんだ、ジークハルト、キャノンですね。キャノン乱射かな。キャノン、オーライ、怖いな。オーライにヘカテ。怖いもんばかりですね。あ、ここ耐えたな。ここ耐えた。ここ耐えれましたね。あ、戦闘力自分の方が高いですもんね。はい。これはね、相性です。本当に。相手さんキャノン乱射なんで、はい、これはキャノン乱射と言えます。はい。なので、ここも、あ、ん？ん？抜かれた。ちょっと、今日の仮想はなんだ？すいません。前にシリーズはトントン行きたいんですけどね。今日はもう、なんていうんですか、この興味をそそられる戦闘が続いておりますね。もうやばい、皆さん。やっぱキャノン乱射か。何行かれたんやろ？キャノン乱射で、何かな？この英雄。残って潰されたっていうことは、で、ま、あーもう、盾と矛だけでしょ。で、盾これだけ少ない。で、うちミサイルで行ってる。だけど、潰れず耐えた。ってことは、ステルスか。緊急修理、ステルス。あー、緊急修理、ステルスからの、強靭かな。いや、強靭やともっと食らうな。近藤とかかな。緊急修理、ステルス、近藤の可能性もある。
ね。いやもうお見事、お見事ですよ、このね戦力差で。おお素晴らしい。あ、攻撃戦術、はい、自分はもう陣形戦術全く腐ってません。はい、もう、はい、あのエンジョイ参加勢ですね。はい、32銀河、一緒だ、32銀河のコスブラックホールさんですね。はい、連盟987、あ、見たことありそうな気がする。お願いします。何ですかこの順位仙台。はい、放置してる間に皆さんえらいことになってますね。強い、皆さん強い。はい、カーロンミサイルですね、もうこれはね。あ、もう、うん、そうですね、もうヒビリオン、オブイエにアマテラスに、モレク。はい、キャノン、ミサイルなんでウッチ、この2つ、イシュタルもミサイルは止めれます。ミ、あ、ミーナ止めたかった、ミーナを止めたかったですね、ミーナ止めたかった。はい、これ危険、モレクにミーナでしょう。もうミサイル乱射でちょっとね、もう盾少なくして潰しにかかってこられたらやばいですね。うちの強靭までが、あ、出てくれたね、強靭発動したらこっちが行きますね。はい、おお、でもこれね数値上の接戦ですよ。はい、面白い面白い。はい、次ですね。はい、19銀河の方多いな。19銀河のハイボールさん、お好きなんですかね。戦闘力自分の約3倍、これはレベル50、司令部レベル、司令官レベル53で、すごい、58億、58億円やったら面白いですよね。はい、自分なら勝ちますかね、58億あったら。58億あったら、まずいくとします。1ヶ月ほど、はい、いや1ヶ月もないな、10日ですね。はい、あ、ネメシス、これはもう連射でチーンな可能性がありますね。あ、そうですね、連射でチーンですね。でミサイルでしょう、バルバロスですもんね。で、ヒビリの DNT でしょう。はい、ミサイルさんです。ミサイル乱射かな。で自分ミサイル回避ですけど止めれないっていうことはもうね、戦力差がありすぎて止めれませんっていう、ほら、ね、2日でしょう。で相手さんはミサイル乱射なんで全く前なんで自分の攻撃届いてないっていうところですね。っていうのでね、あの数値見ると大体わかりますよね。これもね、こっちもキャノン対策なんで、これはもうコッパみじんですよね、ですよね、コッパみじんですよね。はい、あ、でも結構与えたな最後。ヘカ、あれヘリオスね、キャノン乱射じゃない気がするな。あ、ミサイル乱射じゃない、あ、ミサイル乱射か。あ、そうか、強靭まで持ったんでしょうね、ちょっとだけ強靭まで持ったのかなっていうところですね、もしかするとね。あの見てないんであれですけど、はい、終わりました。で、ちょっとねポスターやったのかいっていうところですね。ポスターは、あー、やってました。はい、ポスターはやってました。これで一応今日、今日シリーズが、ですね、貿易やったでしょ、攻撃やったでしょ、連盟ショップチェックしたでしょ、で仮想やったでしょ、これだけですね。はい、あと一応チェックで、さっき一発連盟調査が来ない。はいはい、今回の動画は以上ですね。今回の動画は、前に、あ、今日シリーズじゃない、すいません、自分も、ね、慣れてない、あ、これは焦った、すいません、デイリー、何のために攻撃してるっていう感じですよね。はい、すいません、デイリーミッションを向き合わせてました。はい、クリスタル100、あざす。はい、で研究とね、あと9日かね、この2ついっぺんにやらないともう減ってくれないんでね。なので初心者の皆さん、もしくはレベル上げられてる皆さん、もうね、建設スロット若いレベルの間に貯めていきましょう。自分は若いレベルの間に貯めてなかったので今やらない目あってガンガン買わざるを得なくなってます。はい、これは持っとったわけですよ。これも100日超えますからね。で研究も今回は E3 使っても5日でした。もうやばいやばいです。 E3 使ってですからね。はい、今回はもう国家政策変えなかったです。
次ですね、溜まったら行こうと思います。はい、右下の猫マークを押していただいてチャンネル登録、グッドボタンお願いします。で、インスタグラム、ツイッター、やってますのでフォローお願いします。DM でアスキンやってますとくださったらフォローバックいたします。お願いします。で、毎週土曜日の0時、金曜日から日付変わって土曜日の0時、ツイッチでライブ配信してますのでダウンロードしていただいて登録をご面倒ですが、いろんなことをやってます。ぜひ初心者の方からもベテランの方まで皆さん楽しくやりましょう。ぜひご参加ください。ご参加、ご協力ください。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。